お疲れ様です。旅客機ブルーでございます。ゲートガーディアンの新規カードの情報がまたまた入ってきましたね。めっちゃ押されてますね。ということで早速情報公開になった新しいカードの効果確認していこうと思います。というわけで診断で入ってくるのがこの2枚のカードですね。1枚ずつ確認していこうと思います。まず1枚目が闇の守護神ダークガーディアン、闇属性レベル12、戦士族のモンスターですね。効果読んでいきましょう。このカードはルール上ゲートガーディアンとしても扱う。このカードは通常召喚できず、ダークエレメントの効果及び以下の方法でのみ特殊召喚できる。自分の手札フィールド表側表示墓地除外状態の大魔神3が、風魔神ヒューガ、水魔神スーガを1枚ずつデッキに戻し、手札墓地から特殊召喚できる。1、このカードは戦闘では破壊されない。2、ダークエレメントの効果で特殊召喚したこのカードは他のモンスター及び相手が発動した魔法カードの効果を受けないという効果になっております。ダークガーディアンだけどルール上ゲートガーディアンとしても扱ってもらえるんですね。そして同時に収録されるダークエレメントという魔法カードの効果か、もう一方の条件を満たすことで特殊召喚できるという風になっています。これ召喚条件がかなり緩いので、ここをちょっと詰めていきたいと思いますね。結構いろんなところから三魔神をデッキに戻すことで特殊召喚できるという風になってます。まずこういう感じでね、手札にダークガーディアンがいて三魔神がフィールドに並んでいる状態でも特殊召喚がいけますし、ラビリンスウォールシャドウとか重魔戦車の効果を使って魔法トラップゾーンに三魔神がある状態でも特殊召喚がいけることになります。そして当然手札に三魔神が揃っている状態でももちろん特殊召喚がいけます。さらには墓地にいる状態でも大丈夫だし、除外されている状態からでもいけちゃいますね。三魔神がそれぞれいる場所は指定されていないので、1体がモンスターゾーン、1体が魔法トラップゾーン、1体が手札とかでも全然出せちゃいます。しかもダークガーディアンは手札じゃなくて墓地にいる状態でもこの効果で特殊召喚することができてしまうというね、本当にどっからでも出てきてくれる心強いカードがカテゴリーに入ってきてくれました。そして極めつけは ② の効果。このダークエレメントの効果で特殊召喚したダークガーディアンは他のモンスターを呼び相手が発動した魔法カードの効果も受けないという耐性を得ることができます。このモンスターが来てくれたことによって手札にある限り2体融合の素材にすることができない三魔神を有効に活用することができるようになったかなという感じですね。これで手札か、あるいは墓地にダークガーディアンがいてくれれば、地雷雲の餌食とフォースオブガーディアン、そして魔風衝撃波の墓地効果を使いやすくなってくる感じになったかと思います。そして2枚目の新規カード、ダークエレメント。このカード名の ① ② の効果はそれぞれ1ターンに1枚しか使用できない。1、自分の墓地にゲートガーディアンモンスターが存在する場合、ライフポイントを半分払って発動できる。手札デッキ、エクストラデッキからレベル11以上のゲートガーディアンモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚する。2、墓地のこのカードを除外して発動できる。自分のデッキ除外状態の大魔神3が、風魔神9が、水魔神スーガのいずれか1体を手札に加えるという効果ですね。基本的にはダークガーディアンの召喚時にダークエレメントを使ってあげると耐性を得ることができるので、こいつを召喚するときに使うカードになってくるかなと思います。ただしこれを発動するためにはライフポイントを半分払うっていうのと、墓地にゲートガーディアンモンスターが存在することが必須条件になりますので、この6体のうちいずれか1体が墓地にいてくれる必要があります。なので融合体のゲートガーディアンが墓地に落ちた中盤以降に使ったりとか、事前に愚かな埋葬とかでこっちのゲートガーディアン、ダークガーディアンを墓地に落としておくっていう準備が必要になってきますね。でなおかつダークエレメントで召喚できるゲートガーディアンモンスターはレベル11以上という指定がされているので、対応しているのはこの3枚ということになります。強力な妨害効果を持っている合体魔神ゲートガーディアンも非常に魅力的ですし、ダークエレメントで特殊召喚することで強力な耐性を得ることができるダークガーディアンを召喚するのも非常に魅力的です。こっちのゲートガーディアンをあえて呼ぼうかなっていうタイミングはなかなか難しいかなと思いますね。そして ① の効果を使ってくれた後は ② の効果で墓地効果を発動してくれます。この2番目の墓地効果は9月の診断ですでに登場しているカテゴリーの魔法カードやトラップカードと同じ共通効果になっていますので、この効果を使って3マシンを手札に戻してダークガーディアンを特殊召喚しろよというコナミからの熱いメッセージを受け取ることができます。ということで
先月登場したと思ったら早くも新しい強化カードを手にすることができた新カテゴリーゲートガーディアンです。ちょっとコナミからの愛され方が強すぎるんじゃないかという気がしますけれども、非常に強いカードであることも間違いありません。これによってまた新しい展開だったりとか構築だったりが作っていける幅がぐーんと広がったかなと思いますので、今後もゲートガーディアンの動向に注目していけたらと思っております。というわけで本日の動画はここまでです。ご視聴いただいてありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録、そして他の動画のご視聴もお願いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。